はい皆さんこんにちは、えー、前回に続きまして第一生命経済研究所首席エコノミストの長松城弘さんに今回もお越しいただいております長松さん今回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますそうですね前回あの具体的にですね、はい、日本政府はこうした方がいいと、はい、その話も岸田さんも聞いているということで、はいはい、まあぜひ実現してほしいなと思うんですけれども、はい、まあ前回のトリガー条項の凍結解除というところまでお話があったんですがそれ以外にもまだこう手立てがあると。 いうことなのでちょっとそちらもぜひ教えていただきたいなと思います前回どちらかというとやはりこう、ねあのまあ、ウクライナ情勢の影響に伴うのはその、まあ、物価高にどう対応するかと、はい、短期的なところだったと思うんですけど、まあ、そもそも論としてやっぱりまだあのコロナの影響がやっぱり十分そのなくなってないと、はい、まだ影響が残っているとやっぱりそこの対応もやっぱり必要だろうというところだと思うんですね。 でまあ、どれぐらいまずコロナに対する影響が残っているかというと、まあ、一番影響が出たのはやっぱりその宿泊とか飲食を中心としたサービス消費じゃないですかです、ね、でまさにこちらのオレンジのグラフがあ GDP 統計から取ってきた日本のサービス消費のグラフなんですねでこれ見ていただくとおコロナショックでどーんとこうやってちょっと戻ってはいるんですけどで、まあ、直近1 2月去年の1 2月までのデータ出てるんですけど少しね 改善はしているものの、まあ、13また多分、まん延防止が出たんで下がりますけど、うん、えー、多分46はまた戻ると思うんですけど、それでも、そのコロナショック前に比べると、ま、実は12兆円も、あの、需要が足りてないんですね。で、実はコロナショック前もですね、あの、消費増税の後なんで、少しこう落ちてるところから比較しても12兆円ってことは、うん、ま、多分ざっくり言って多分15兆円ぐらい戻さないと、 え元には戻らないだろうと、えー、じゃあそのためにどうしたらいいんですかってことなんですけど、ま,あ、まずはあの、ね、去年打ち出されたその岸田政権への初の,その経済対策の中に GoTo 再開っていうのがあったので、まあ、一つ、ね、GoTo をやればそれなりに再開すればプラスになるのかなと、でそれなんでかというと前回 GoTo やったところですね、これ、えー、2020年の年末ぐらいにやりましたけど、これ見ると GoTo 中せばこうだったのが GoTo やったことで一時的にサービス商品盛り上がりましたっていう計算ができまして、 でこれ3か月、まあ、1四半期分だけで見ても9000億以上上げてるんで、これ年間算すれば3.7兆円ぐらい上がると、うん、いうことはそれなりに効果あると思うんですけど、た分それだけでは無理ですと、戻りませんと。で、戻すためには何が必要かというと、やっぱりその国民のコロナに対する恐怖心が、インフルエンザ並み下がらないといけないと思うんで。なるほど <laughs> 結果的にどうしたら下がるかっていうと、インフルエンザってなんでそこまで恐れないかっていうと、あのかかっても普通に町のお医者さんに行って、診察を受けて、まあ、検査を受けて陽性だったら飲み薬処方されて、まあ、1週間ぐらい安静したらすぐに社会復帰できるじゃないですか。まあ、そういう、それに近い状況にしなきゃいけないと思うんですね。となると、まあ、今でも経口薬ってまあ普及はしてるみたいなんですけど、ただ、そんなに重症化する人がいないみたいなんで、そんなになんか配られてないみたいなんですね。 であればなんか国産のもうちょっとこうなんか配りやすい薬がなんかできてくるような話もあるので、うん、まあその辺を普及させたりとかあと、まあ、はまあ象徴的なところで言うと、まあね、指定感染症、まあ、今、ね、ガチガチ2類という感じではなくなってきていますけどでも、やっぱ、ね、その2類がもう少し、ね、単純に5類としなくてもいいかもしれませんけど、うん、少しこう、ね、緩和することによって、えー、すればです、ね、少し国民のコロナに対する調子も下がるのかなと。 であともう一つが、ですね、まあ、これもなかなかあのすぐには難しいかもしれませんけど水際対策のところで言うと、まあね、6月からちょっと緩和するっていう話なんですけどでも、それ確か月当たりの入国を1万人から2万人に増やすということなんですね。はい でも実際にコロナ前にインバウンドでどれぐらい来てましたかというとあの月、最低でも200万人以上来てたんですね,ですね <laughs> でも100分の1なので <laughs> かここはですねあの、まあ、すぐには難しいかもしれませんけど、まあできるだけ、まあ、コロナとの兼ね合いも見ながらですね、えー、増やしていってほしいなとそうすれば円安のプラスの効果も期待できるのでっていうところは一つポイントかなと思いますね。実際にゴーいは私も、はい 意図せずだったんですけど何、はい、かの出張かなんかの時にすっごい安いなと思ったら、はい、適用されててあ、はい、あそれは確かにこれ使う人いっぱいいるわなっていう感想を持ったのもありますし結局ねこれも減税に近い感じで使った人が得をする政策なので,で、ね、これってやっぱ需要関係のこうが高いんですね。まあ、あとやっぱその見直しですよね、はい、結局2類のまんまにするんだったら今ってそのままにしつつも、はい、水際対策緩和方向にいってるわけじゃないですか。はいはいはい これって多分僕筋が通ってないと思っててんかその本当に二類なのであれば入れちゃいけないと思うんですよね、はいうん、だと思います <laughs> それを緩和して入れてるってことは内心そう思ってないだろうっていうのがすごいあってそこってあの国民バカじゃないんで、えー、そこの筋が通ってないと、えー、なんかだんだんこう信頼感なくなると思うんですよそうですね今ねあんまりなんかすごいことやってはいないんですけどね <laughs> んでなんですかねなんか <laughs> 菅さんとかパンケーキ食べただけであんなに炎上してたのに、<laughs> はい、岸田さん、全然叩かれないですもんね、6割でしたっけ、直近の支持率。でもあれですよね、投資家が見る番組だと、支持率3%、うあーそうですね、CNBC の個人投資家向けのはあれだそ,そうです、そ,ですそれだそうだと思いますけどね、確かにそうですね、GoTo もう一回やってくれたら、僕も行きますね、どっか。使、はいたいんで、ね、ぜひ <laughs> と,とも早く再開してほしいなというふうに思います。はい でまあ、これが、まあ、いわゆる、ね、コロナに対する対応は、まあ、まさにそういうことだと思うんですけどプラス、ですね私はやっぱり非常に重要なんじゃないかと思っているのが、まあ、構造的に、やっぱり多分今回の,そのロシアに対する経済制裁って結構長期化すると思いますから、うんはい、となるとやっぱり、ね、食料、エネルギーの、ね、水準っってやっぱり高止まりが続くと思うんでうそこをある程度その軽減できるような構造的に。えーまあ 変化させるような対策も私必要なななんじゃないかなと思ってましてでそれの一つがやっぱりできるだけ、ね、あの化石燃料上がってもエネルギー効率上げれば負担軽減するわけですから、うん、まあそれを促しなおかつ需要関係もできるような対策がいいんじゃないかなと思っていて一、まあ、つ参考になるのが私はまあ省エネ耐久剤の購入支援策、うん、で今でもね結構あの EV 買う時に何か支援策も結構あるみたいなんですけどもう少し大々的に。 例えばこれ、前回の,あの、えー、リーマンショックの後ですね、まあ、世界的にグリーンニューデリー政策とかやってましたけど、はい、日本でもエコ化補助金とかエコポイントやったらですね、これ家電あの、自動車と家電の小売販売のデータなんですけど、やっぱりそれなりに効果が、買い替えの効果が出たんですね。うん、まあ一方でね、ちょっと半導体不足のところゃ若干懸念はあるんですけど、あのそこがね、ある程度ね、メドがついてくるのであれば、こういう対策も結構効果的なんじゃないかなというふうに思いますし、あとですね、何よりもここですね。 もちろん家計だけじゃなくて、えー、やはりね、当然家計、家計以外の企業とかもですね、CO2 を排出するわけですから、まあそこのね、省エネの設備の導入なんかをですね、加速するような政策、まあ企業だけじゃなくて医療現場とか教育とか、まあ住宅用とか、あこういうところの支援の補助ですね、やるべきだと思ってます。えで、さらにこれを強く私は思うのがですね、え実はこの表にもまとめている通り、あのー、いわゆるその、 グリーン社会に関する政,策計画政府計画っていうのがやっぱり世界的に進んでるんですけど、はい、もう欧米と比べると非常に遅れているんですよ、日本がね。えー、でどうやって遅れているかっていうと、まずアメリカもヨーロッパも、まあ、結構長期的な大規模な財政計画がしっかりとできていて、例えばアメリカなんかだと、まあ、インフラ投資法案で、まあ、これねあの、気候変動だけじゃなくてインフラ投資も含まれているんですけど、5年間で1.2兆ドル。 だから今の為替でいくと150兆円ですか、うん、の財政出動を決めてますとかですね、EU だとあの、欧州グリーンディールってことで、これ、も21年から27年の政府予算と復興基金に合わせて1.8兆ユーロのうち3分の1を気候変動対策。だから6000億ユーロ。 だからこれも100兆までいかないですけど80兆円、90兆円はいくと思うんですけどもうその大規模な計画立ててますと。とに対して日本はまあ今のところ決まっているのってなんかグリーン成長戦略10年間2兆円の <laughs> 桁が2桁が違うんで,で、はい、ここはやっぱ積極的に持ってやってほしいなと。うん で、まあ、これが効いたかどうか分かんないですが、最近ね、あの、政府でも、なんだ、このグリーン向けの投資、2035年まで150兆ぐらい投資が必要みたいな、あの、試も出してきてるので、はい、やっぱり、まあ、必要ですね、というところで、で、ただね、これやれって言っても、なかなか多分、今までのような、その、財政規律を意識した、ー、中では、なかなか厳しいと思うんで、 えー、じゃあなんで海外がねこういうその積極的な財政を出せるかっていうともう私はそ,のそもそもの財政に対するその国際標準の考え方と日本の考え方が根本的に違うっていうところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。うん、でそれななんでかっていうとなんか日本の場合ってあれじゃないですか政府債務ってもうなんかいつもねなんか今年度の予算がなんか歳出、うん、んか。 過去,過去最大を更新とかま,まさにそれこそこの間、はい、国の借金がドーンみたいな出てましたよそう過去最高を更新してみたいなね言われてるじゃないですかでもあの国際標準からすると政府債務って増えるのが当たり前なんですよね <laughs> でこちらのグラフがですねまさにその G7 諸国の政府債務残高過去20年を見たものなんですけど比較のために2001年100として見るとですね、はい、えー、まあ実は日本が一番増えてないんですね ちょっと重なって,て見にくいんですけど、ええー、日本が20年間1.8倍しか増えてません。うん、ええー、で、イタリアが1.9倍かな。で、ドイツが2倍ぐらい。ええー、まあ、なぜか敗戦国が <laughs> 伸びてない。まあ、実はこれ理由があると後でお話しますけどで、それに対して一番増えてるのは英米です。いずれも5倍以上増やしてますと。で、フランス、カナダも、おまあ、3倍増やしてますと。ええー、じゃあなんで海外こんな増やしてるんですかというと、まあ、 そもそも、あの、海外行って、えー、政府債務って減らすっていう概念がないってことなんですね。で、それなんでかっていうと、まあ、これ、まあ、普通に考える当たり前の話なんですけど、あの、政府債務って、その裏で、ね、国内でなんか使われれば、お金支払われば民間資産になるわけじゃないですか。となると、それだけ政府債務減らすってことは民間の資産も減らすわけであって、で、まあ、これも実は、あの、 なんすかね、あのまあ経済学の中にある一つの、えー、理論なんですけども、まあ、機能的財政論っていうのがあって、はい、これが多分国際的な常識でどういうことかっていうとその財政規律よりも あくまで財政っていうのは政府債務残高もそうなんですけど最大の目的はいかに物価と雇用を安定させるかっていうところが重要であってその物価と雇用を安定させるために適切なその政府債務の水準が適切というか財政の水準だと思うんですねってことからすると要は海外っていうのはそれだけそもそも政府債務っていうのはあのーまあ、その中で民間資産があるわけだからやりすぎちゃうとインフレが加速して、うん ってというこなんですけどでも結局ね、あのー、こういったコロナとか戦争が起きる前はむしろ世界的に定員不良の状況だったじゃないですかだからそういう中ではまあ政府サも増やしてもいいっていう考えのもとでこう増やしてきてるわけですよね、うん、となるとじゃあなんでこれ日本ってこうなってるんですかって実は私はあのー、まあ財政法の上も 結構あるんじゃないいかと思っていてこれね、あのー、まあ、実は、経団連の、なんか研究会の、私が今、実は、研究室がやっているので、そろそろ発表されるんですけど、あのそこのメンバーの人の相田さんがね、以前からおっしゃってることで、国際召喚60年ルールですね。うん、はい。要はだから、あのーはい、国債は返さなきゃいけないと。でも、そんな法律って入ってるのって日本だけですと。ですよね、でおそらくこれはさっきの敗戦国って言いましたけどアメリカが 結局、ね、今の戦争を見ていただいても分かる通り戦争ってお金かかるのでバンこう財政、えー、であのお金を使えるようにしちゃうとまた戦争をやらかすからということでキャップはめられちゃってるってことなんで,、ね、でもう一つはあの、まあ、これ前田さんが以前からおっしゃってますけどその日本の場合って、えー、要は毎年の予算編成で国債費のところをあの利払い費と国債償還費が両方入ってるじゃないですか、うん、でも普通の国って利払い費しか入ってない、ね、国債償還費が入,入ってないんでなのでそこが そのいわゆる、あのまあ、借り換えでその経済のマクロ経済の状況に合わせて安定させるというところが効、まあ、いているのかなというところからすると、まあ、やっぱその財政法のところがちょっとネックになってますねというところはあるのかなということです、ね、これその、いわゆる何ですか政府の中枢にブレーンとして入っているような経済学者とか、はいはい、学者でなくてもいいんですけれども。はいはい そういう人たちっていわゆる欧米の経済学を学んでるわけですよね。はいはい、でその世界の標準を知ってるわけですよね。はいはい、なんでそこは 欧米追従せずにガラッパボス化していくんん、ね、んででですすかかねねななただこれも実はそのまあ結局この裏にあるのは何があるかっていうと結局政府と中央銀行がこう連携をすることでこういうことが可能になると思うんですけど、はい、でこの政府さえ見ていただいても分かる通りやっぱりリーマンショックの後に増えてるわけで,す、ねうん、でまさに多分リーマンショックの前までは中央銀行の独立性っていうのが結構重視をされていたんだけどリーマンショックが起きましたと。 えー、結局リーマンショックって世界的な欧米の住宅バブルの崩壊だったわけでこれそのまま今までの政策で、えー、のままだと日本みたくバブル崩壊デフレで触れて取り返しのつかないことになっちゃうってことでまあそれまでに基、あのー、上で考えられていたいわゆるね政府と中央銀行連携して量的緩和政策っていうところをおやるぐらいからまあ世界的に、あのーまあ、常識になってきたのかなということになると実はこの考え方自体が実は結構。 新しくて、えー、そこの部分を、あのー、新しいまあ理論のところをまだこうなんですかねしっかりとやっぱり過去の理論にこく引っ張られちゃってる部分があるのかなと例えば我々エコノミストの業界でも50歳より若い人たちは比較的これに理解を示すんですけど50歳の上のエコノミストの方々ってやっぱり緊縮派の人が多いっていうのはまあそういったところにあるのかなというこの話をいろんな専門家の方とさせていただくときに。はい どうすれば治るんですかねって話をしているんですけどそうするとその多分考える考察する対象を経済からそれ以外の分野に広げて考えようって話になって例えば他の分野で考えが変わった時に実際にその国の意思決定も合わせて変わったタイミングがいつなのかっていうのを研究していくと1年とか2年じゃないとつまり30年ぐらいかかってるというんですね。 はい、それはどういうことかというと、はい、結局もうこの凝り固まった人たちっていうのが、はい、もう物理的にいなくなって世代交代が進んで結果的に新しいとされていた論が、はいはい、一般論に定説化するしかないんですというのを結構聞いてて、はいはいうん、あまああとはあれですかね、まあ、もう一つ言えることはそうは言っても多分日本だけじゃなくて海外でもやっぱり財務省っていうのは 国のまあ金庫版みたいなもんだから多分結構やっぱり緊縮気味な考え方であることは、まあ、それは私はいいと思うんですねなのになんで海外がそれできるかっていうとやっぱりそこの部分分をいかかに切り込むか多分政治の仕事じゃないですか,だからそこのの政治のところでやっぱり日本の場合はなかなか切り込める政治家が <laughs> まあちょっとあの力が不足なのかなっていうところあるかもしれないですね。 いや本当政治家の皆さんね、ねいや、はい、別にそうみんながみんなあのそうだとは全く思わないですし実際、このチャンネルに来ていただいた政治家の方は比較的、この意見を採用している方も多いのでみんなっていうねその主語を大きくする気は別にないですけど、はい、ただ、やっぱ依然少数派なんだろうなという印象は拭えないので、はいまあ、でもちょっとずつは増えてきてると思うんですけどね。 財政政策の、ね、検討本部とかも、うん、私も、ね、ちょっと喋らせていただいた機会ありましたけど、うん、ちょっとずつはね、ちょっとあの、まあ、浸透してきていると思うんでね、時間かかるかもしれませんけど、そうい、ね、ことを期待したいなといま,まだこういう動画も見ていただける年齢層が比較的若いので、はい、まあちょっとでも変わればいいなという感じでやってるっていう感じですね。はいはいはい あとはまあちょっとプラスアルファ細かいところをいくつか補足するとそうです、ね、もう一つはやはり,やっぱり穀物とか、ね、食料の値段上がっちゃいますから、うん、そこは、ね、できるだけ国内で調達できればそれに越したことないわけじゃないですかで実際にあの今回見たく食料が上がった時っていうのは実は2007年のリーマンショックの前に起きたんですねでその時何が起きたかっていうとあの小麦の値段がすごい上がったのでみんなパンとか麺類からあの米に需要をシフト 要はパンじゃなくて米粉つく使ったパンとかね、そういうので、一時的に食料自給率上がったんですね。で、多分今回も、あのまあ、そうやって生活防衛では進むと思うんですけど、私、この際だからこれをきっかけに、あの自民党もこれ、右側にちょっとちっちゃい字で恐縮なんですけど、あの前回の衆院選の自民党の政策パンフレットの中に、やっぱり農業ね、自給率上げるとかですね。 あの、農産品の輸出を1兆超えたから2030年5兆増やすとかって言ってるんですけど、これやるにはやっぱり、あの、まあ、農地法改正して、やっぱり株式会社がその農地を自由に取得できるような状況にしていかないと、なかなか生産性の高い農業には難しいと思うんで、まあその辺もちょっと踏み込んでほしいなという感じはしますね。はい、で、あともう一つ最後なんですけど、 まあ実はこれが私は一番手っ取り早い負担軽減なんですけどなかなか難しいところだと思うんですけどやいっぱり <laughs> 原発が今止まっちゃってることで3兆円以上、はい、あの追加の燃料費がかかっちゃってるっていうところがあると思うんですね。<laughs> なので、まあ、それこそ、ね、あの動かせる安全な原発をいくつか動かすだけでも岸田さんもおっしゃってますけどあの、まあ、相当、所得の海外流出は抑制できる部分があるのでこ、まあ、このところも本気で考えてもらいたいなと、まあ、ただ、ね、まあ、これを言ったからかが分からないですけどあの物価高対策の第一弾のペーパーを見てもです、ね、原発のことが書いてあったので結構びっくりしたんですけど。 はい、ここはまあ多分進めるんじゃなないいかなというとうここころですね、まあ、ここも重要、ね、な日本経済にとってはポイントだと思いますやっぱり日本だとこう3・11の件もあったっていうのは分かるんですけど、はい、心情的にちょっとこう原発に対してアレルギーというか、はい、こう嫌悪感を示す方って多いですし、はいはい、それって政治家から見た表票にもつながっちゃうじゃないですか。はい、なかなか出しづらいのは分かるんですけど、はい、ただ今回ロシアがウクライナ侵攻したことによって。はい ある意味、それを口実に、はい、要は実際にこういうことが起きたら、はい、エネルギー価格上がり、はい、自給率が低いと、うん、結局物価だから自分たちを首絞めてるよねっていう、はいはい、そのイデオロギーじゃなくて事実として起きたから、はいはい、再稼働を含めて議論しやすくはなってると思うんですよ。はいはい、逆に言うと、今この再稼働の話ができないってなると、多分もう未来永劫、原発使わないっていうことになってしまうと思うので、岸、うんねはい、田さん、頑張れっていう。 まあ今は岸、ね、田さんしかいないから岸田、はい、さん頑張れと思いますけどそういえばちょっとそこはね僕個人としては期待してるんですけど、はいはいはい、そう私も、はい、期待しています、はい、なんか原発専門でやられていた、ね、経産省の秘書官の方もいらっしゃるので、まあ、期待したいなと思いまそれで今日お話しいただいたことも含めてなんですけどもご本をあはい。うことで そうですねあの「まあ日本病」という本でございまして「まあなんで給料と物価安いままなの?」っていうことなんですけど実は今日お話したことをかなりオーバーラップしてます要はなんでこうなっちゃったかというとバブル崩壊以降デフレをの長期間放置しちゃったことによって、うんえー、なかなか海外では聞く政策やっても聞き方が不十分ということなんでまあ今日も言いましたけどやっぱり 財政をちょっと考え方変えて積極的にやるってこととあとはまあ日本の場合、ね、労働市場改革の方も結構重要なんじゃないかなとその辺も書いてるんですけど、まあ、どうしたら給料と物価上がるかと、まあ、そんなことをちょっとまとめて書いておりますすそうですねこれもぜひ新書サイズなのであの持ち運びも、ね、あのハードカバーのごついのに比べれば全然手軽にいけますしミラクルじゃないんでささっと読める移動中にも読みやすいと思うのでぜひ、はい、皆さんチェックしていただければというふうに思います。 前編後編と長尾さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんこの動画がいいと思ったら、えー、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。